皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけ見です。今回はなぜ報道しないカップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路と題して科学的根拠にしっかりと基づいて カップラーメンのヤバすぎるデメリットの数々について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。気軽な気持ちでカップラーメンを食べてしまっている人もいるでしょう。そんな人は絶対に今回の動画を最後まで見ていってほしいと思います。それでは早速参りましょう。 本日のお品書きは次の通りです。一言でカップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路について、二言でカップ麺よりも危険絶対に食べてはいけないカップ食品ワースト3について解説していきます。それでは早速一言のなぜ報道しないカップ麺を毎日食べ続けた人の 恐ろしすぎる末路から解説をスタートしていきたいと思います。さて、カップ麺を毎日食べ続けるとどうなってしまうのか、その恐ろしい末路についてこの一言では合計5つご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目の カップラーメンを毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路、ガンのリスクが爆上がりするから解説をスタートしていきます。さて、このチャンネルの動画をご覧の皆さんの中に、まさかカップ麺が体にいいという思い違いをしている人はいないでしょう。カップラーメンといえば、体に悪い食べ物の代表格のようなイメージですよね。 にもかかわらず、多くの人がたまになら一い家いと思ってカップラーメンに手を出してしまっているのではないでしょうか。 昨今ではメーカーの技術開発によって非常に安く美味しく食べられるカップラーメンが増えてきております。中には有名なラーメン店が監修しているその店のメニューを模したカップラーメンなども売られるようになってきていてそんな美味しいカップラーメンがお湯を入れるだけでご自宅に簡単に再現できてしまうというのは 確かに魅力的かもしれません。そのような魅力に惑わされて、ほんのちょっとならと思ってカップラーメンを食べてしまうと、皆さんの体は大変なことになってしまうかもしれません。カップラーメンが体に悪いというイメージは誰もがお持ちだと思いますが、実はカップラーメンというのは皆さんの想像をはるかに超えるレベルで体に悪いものなんです。実は、 カップラーメンを食べることによって、様々な種類のガンが増える可能性が指摘されています。カップラーメンというのは、いわゆる超加工食品に分類されます。超加工食品とは、糖分や塩分、脂質を多く含む加工済みの食品の総称で、安く製造できることから、現代社会に溢れかえっている食品の一つになります。 ヨーロッパやアメリカ、ブラジルなど世界中の国々で行われた調査によると、私たちの一日のエネルギー摂取量の平均25から50%もが超加工食品に由来することがわかっています。 つまり私たちは食事の4分の1から半分を死ぬほど健康に悪い超加工食品に頼っているということ。産業革命以前のつい100年前までは超加工食品など経験したことがなかった我々人類にとってはあまりにも多すぎる量であり、私たちの体や脳からすればあまりにも異常事態だと言わざるを得ません。 フランスで行われた10万5000人余りを対象とした大規模な研究によると超加工食品の摂取量が多いほどにがんのリスクが上昇することがわかっています。この研究では超加工食品の摂取量が10%上がることに あらゆる癌のリスクが1.12倍に上昇することが分かっています。中でも、超加工食品の摂取によってリスクが上がってしまう癌としては、乳癌や前立腺癌。 大腸がんを上げることができます。このように、婦人科系や泌尿器系の癌を中心にリスクが上昇するのは、超加工食品に添加物や包装材料として内分泌攪乱物質が含まれているためではないかと考えられております。つまりですよ。 カップラーメンに含まれている合成添加物とかパッケージから溶け出した有害物質によって私たちの体内のホルモンバランスが乱れちゃってホルモンに直接影響を受けやすい乳房や前立腺にがんができてしまう恐れがあるというわけなんですこの研究では カップラーメン以外にも様々な超加工食品が対象となっていますがあらゆる超加工食品の中でも特にカップラーメンは危険であるということが指摘されていますそれはカップラーメンを作る際に容器に直接お湯を注ぐという性質のためです発岩物質の中には 常温であれば人体にそこまで悪影響がなくても加熱によって発汗性を発揮するものが多数存在すると言われていますポリスチレン製のカップラーメンなどの容器からどれぐらいの気圧性物質が溶け出すかを調査した研究では49件中8件からスチレンという物質が検出されたことがわかっています スチレンについては目や鼻などの粘膜に対し刺激性を持つほか肺の障害や慢性気管支援を引き起こすとして厚生労働省のホームページでも注意喚起がなされております。さらにスチレンは2018年に国際癌研究機関 IARC の分類でグループ 2B から 2A に格上げされていて鉛やアクリルアミドなどの 悪名高い発言物質と同様、高いエビデンスレベルの発言性があるということが分かっております。スチレンは発泡スチロールの原料として使われていて、製造段階でカップラーメンの容器に残ったスチレンがお湯を注ぐことで溶け出してしまい、スープに混ざって、 私たちの胃の中に流れ込んでしまう恐れがあるというわけなんです。また、パッケージの食品表示を見ていただければわかる通り、カップラーメンには非常に多くの食品添加物が使用されております。 中には一部の種類で発言性が確認されているカラメル色素や合成化学調味料がふんだんに使用されているケースもあって、たとえポリスチレン容器からのスチレンの溶け出すことを差し置いたとしても、 健康には多大なる悪影響を及ぼす恐れがあるわけです。さらにカップラーメンを食べることで塩分の取りすぎになってしまうリスクも懸念されます。カップラーメンを汁まで飲んだ場合、1食あたりに含まれる塩分は平均して5から 6g ほどで、中には1食で塩分量が 7g を超える商品まであります。厚生労働省の指針では、健康的な成人は 一日塩分摂取量は6から 7g に抑えるのが良いとされ、さらに腎臓が悪い方や高血圧の方は 6g 未満が推奨されております。最近では血圧の維持のために過度な減塩はむしろ逆効果であるとする意見もあるものの、一食あたり 7g の塩分量というのはあまりにも多すぎると言えるでしょう。しかも問題なのは こんな安いカップラーメンに天然塩が使われているはずもありません。安く大量生産されている生成塩というめちゃくちゃ体に悪い塩が含まれていてカップラーメンを食べればこの悪名高い生成塩を大量に摂取することになります。塩分の過剰摂取によってリスクが上がってしまう癌としては胃がんが有名です。こちらの研究のように実際疫学的にも 塩分の摂取過剰によって胃がんのリスクが上昇することは証明されていて先進国の中でも塩分摂取量の多い日本人だけがダント突で胃がんが多いということも事実でありますさらに最近では興味深いことに塩分の過剰摂取は胃におけるピロリ菌の感染リスクを高めてしまう可能性も出てきました ピロリ菌というのは、高確率で胃がんを引き起こすことが知られていて、胃がんに罹患した人の9割以上からピロリ菌が検出されたということが分かっています。 最新の研究では、塩蔵食品を多く摂取する人では、ピロリ菌感染率が高くなるという研究が多数報告されていて、塩分摂取には二重の胃がんリスクがあると言えるでしょう。最近は、検診による早期発見や内視鏡治療の技術革新によって、胃がんによって死亡する例は減少し続けていますが、 胃がんにかかる人数は高齢化の影響とともに増加し続けております。胃がんで胃を切除しなければいけなくなった場合には、たとえ生きながらえても食べ物に様々な制限がかかってしまうなど、生活の質はだだ下がりしてしまいます。 胃がんにかからないようにするためにも、ぜひカップラーメンなどという体に悪いものを食べるのは今後徹底的に避けるようにしてほしいです。カップラーメンのスープを飲み干したりとか、そこに白米を入れておじやにするなどはもっての他であります。カップラーメンをはじめとした超加工食品の摂取はできる限り控え、 なるべく天然の食材をベースとした食生活を送るように意識してほしいです。では、カップラーメン以外の超加工食品とは具体的にどんなものがあるのか少し紹介してみましょう。具体例を挙げると、カップ麺などのインスタント食品、スナック菓子、菓子パン、ピザ、ホットドッグ、ミートボール、チキンナゲットなどの加工肉、さらにはケーキやクッキー、ドーナツ、 マーガリン、高カロリーの清涼飲料水などが超加工食品であります。どうでしょうかかなり私たちの身近にある食べ物ばかりですよね。こういったものばかり食べていると死亡率が上昇し、癌のリスクが上昇してしまうことは明らかですから、ぜひできるだけ削減してほしいと思います。それでは次二つ目にご紹介したい。 カップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路、それはメタボリックシンドロームになるということです。さて、カップラーメンのようなインスタント麺とか超加工食品を日頃から食べていたら太っていってしまうのは簡単に想像できますよね。そのイメージ通りでインスタント麺はメタボリックシンドロームのリスクを上げてしまうことが科学的にも判明してきました。 男女1万人以上を対象としたアメリカハーバード大学の研究ではインスタント麺を1週間に2回以上食べる女性はメタボリックシンドロームのリスクが68%も高くなるということがわかりましたメタボリックシンドロームというのはご存知の通り 腰周りに脂肪が過剰に蓄積して心臓病や糖尿病といった生活習慣病のリスクになる恐ろしい病気のことでありますインスタント麺の摂取によってメタボリックシンドロームのリスクが上がってしまう原因については様々なものが考えられますが一つには インスタント麺の摂取によって糖質やカロリーが過剰になってしまうという点が挙げられるでしょう。平均的なカップラーメンに含まれる糖質はおよそ 50g で、これは茶碗一杯の白米に匹敵するほどの糖質量となっています。さらにカップラーメンのカロリーのほとんどは麺とか火薬の部分に存在し、総カロリーの95%が麺と火薬由来となっています。 なぜカップラーメンの麺がこれほどまでに高カロリーなのかというと、実はインスタント麺には隠れ脂質と呼ばれる脂質が大量に使われていて、非常に脂質が高くなってしまっているからなんです。カップラーメンの麺というのは通常ノンフライの表示がなければ油によって加工されているんです。一般的に。 インスタント麺に含まれる油の量は麺の30%程度と言われていますから平均的なカップラーメン1個にはおよそ 20g の脂質が含まれていることになります。20g の脂質と聞いてもあんまりピンとこない人多いかもしれません。そんな方はこの例を聞けば驚かれるでしょう。20g の脂質というのはなんとポテトチップス1袋分に相当する脂質量なんです。ポテトチップスを1つ丸ごと自分だけで食べると脂っぽすぎて胃もたれがしてしまいますよね。 ですが、同じ量の脂質を含むカップラーメンを食べても、そこまで油のギトギトは感じません。その秘密は、なんと、カップラーメンに含まれている食品添加物にあるのです。カップラーメンには、通常、旨味調味料や、タンパク、加水分解物といった合成添加物が含まれておりますが、 これらの添加物は食品のギトギトした油っぽさをごまかし、とても食べやすくしてしまう魔法のような効果があります。そのため、これらの添加物がたっぷりのカップラーメンは油がたっぷりであるにもかかわらず、胃もたれせずに食べることができるんです。白米と同じだけの量の糖質が含まれている麺に、ポテトチップス一袋分の油が染み込んでいるというわけですから、いかにカップラーメン がが危険な食べ物かかお分かりいただけるでしょうでは逆に全体のカロリーのわずか5%にしか満たないラーメンスープはカロリーも低くてヘルシーだと言えるのでしょうかもちろんそんなわけありませんなぜならばカップラーメンのスープには大量の食品添加物と塩分が溶け出しているからです カップラーメンにお湯を注ぐことで眼科を引き起こすような有害物質がスープに溶け出してしまうのは先ほど述べた通りですが他にもラーメンスープの中には絶対に摂取したくない物質が大量に溶け込んでいます。中でもラーメンスープに最も多量に含まれている危険物質が他でもない塩分です。 実は胃がんの原因になるカップラーメンの塩分のほとんどがそのスープの部分に存在しています。これはカップラーメンのパッケージの裏の食品表示を見れば一目瞭然でしょう。多くのカップラーメンの食品表示では食塩相当量が麺、火薬とスープとで分けて表示してあります。 これを見れば、いずれのカップラーメンも圧倒的にスープの食塩相当量が大きいことがわかります。ものにもよりますが、おおよそカップラーメンの全体の塩分のうち8割強がスープ由来であることがおわかりいただけるでしょう。 このような大量の塩分は、胃がんのリスクを高めるのみにならず、私たちの脳をバグらせ、食欲を増進してしまうという恐ろしい作用があることが知られています。18歳から54歳を対象とした実験では、食塩が多い食べ物ほど、私たちの食欲を過度に増進してしまうということがわかっています。この実験では、被験者に 塩分濃度の異なるトマトスープを食べてもらったところ食塩の濃度が高いほど同じ量で満腹感を得にくくなるということがわかりましたつまり私たち人間はしょっぱいものを食べてしまうともっと食べたいと思ってしまう性質があるということです 皆さんはラーメンを食べてお腹いっぱいになった後、試しにスープを一口飲んだら、みるみる食欲が湧いてきて、替え玉のおかわりをしてしまったなんていう経験はないでしょうか。それは他でもなく、このように塩分によって、私たちの脳がコントロール不能となり、食欲が異常に高まってしまうためであると言えます。 このような食欲のメカニズムによって私たちはカップラーメンを食べてスープまで飲んでしまうと、ますますカップラーメンが食べたくなってしまうという恐ろしい悪循環に陥ってしまうんです。 このような危険な悪循環に陥らないためにも、ラーメンスープを飲まずに残すということが、いかに大切かがお分かりいただけるはずです。ちなみに、先ほどのハーバード大学の研究では、男性ではインスタント麺の摂取によるメタボリックシンドロームのリスクの増加は認められませんでした。 とはいえ、このことは、男性であれば、週に2回以上カップラーメン食べても大丈夫ということを意味しているわけではないので、注意が必要です。カップラーメンを食べ続けていると、栄養失調に陥ることによって、むしろ不健康に痩せてしまうことがあり、そのような状態は、メタボリックシンドロームよりも、はるかに危険であると言えるんです。痩せるにせよ、太るにせよ、いずれにしても、 カップラーメンというのは健康にとって何一つ良いことがありませんのでできる限り控えていただきたいと思います。それでは次3つ目にご紹介したい。 カップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路はリン酸塩によって腎臓がぶっ壊れるということでありますさてカップラーメンをはじめとする超加工食品の摂取によって私たち現代人は今非常に危険な病気のリスクにさらされていることに皆さんは気づいているでしょうかその危険な病気とは腎臓病です実は現代の日本の食生活において加工食 食品の利用が増加したことに伴って食品添加物として使われているリン酸塩の過剰摂取が大きな問題となっていますかつて戦後の日本では栄養失調によるリンの不足が問題となっておりましたが今や多くの人がリン過剰の状態でそのようなリンが私たちの腎臓に大きなダメージを与えてしまうことが分かってきたんです リンというのは適量であれば私たちの健康のために欠かせない物質の一つなんです。リンは骨や歯の健康を維持するために不可欠な物質であるほか生体内のエネルギー物質。 ATP の構成成分としても全ての代謝反応に関係しております。ですがそんなリンであっても増えすぎによって様々な悪影響を私たちの体に及ぼしてしまうことが分かっています。リンが過剰になると カルシウムの吸収が阻害されることで逆に骨が脆くなってしまうことが知られています。さらに恐ろしいのが、リンによる腎臓への悪影響になります。リンは塩分と同じく余分なものは腎臓でろ過されることで排泄されていきます。ですがそれはあくまで正常で健康な腎臓の場合であり、 腎機能が悪ければ、余分なリンを適切に排泄することができず、リンがどんどん体に溜まっていってしまいます。このように、腎機能の低下が抗リ臨結晶の原因となってしまうのみならず、逆にリンの過剰摂取によって、腎臓が傷ついてしまう可能性も指摘されております。高いリン濃度の餌を、 ラットに与えた実験では1%臨食の投与によって腎臓のカルシウム濃度が上昇し腎臓の組織にダメージが見られるということが分かりました。この研究ではコントロール群として通常量の臨濃度である0.5%臨食の投与が比較されておりますが こちらのグループでは、腎臓には異常がありませんでした。カルシウムが腎臓に蓄積すると、組織の石灰化をはじめとして、腎臓に大きな負担をかけてしまうことが知られています。つまり、一度でもリンが高くなってしまえば、抗ン食によって、腎臓が傷ついて腎機能が低下し、リンが排泄できなくなって、さらに血液中のリンが高くなり、腎臓を傷つけてしまうという、 悪循環に陥ってしまうんです。そのため私たち現代人は特に加工食品によるリンの過剰摂取には注意しなければいけないんです。とはいえ、リンは加工食品だけでなく、主に肉類など自然な食材にも豊富に存在する物質です。例えば、豚ヒレ肉 100g 中に含まれているリンの含有量はおよそ 230mg で、 一方、カップ麺に含まれているリンの量は平均で 100g あたり 110mg ほどですから、意外にもカップラーメンよりも肉の方が含まれているリンが多いことがわかります。では、腎臓の健康のためには、カップラーメンのような加工食品だけではなく、肉類も控えた方がいいのでしょうか 結論を先に申し上げると、その答えはノーであります。透析が必要であるような、よっぽど重度の腎不全でもない限り、加工食品からのリンの摂取を控えてさえいれば、肉類など自然な食品によるリンを気にする必要はありません。むしろ天然の肉類は健康のためには、 是非とも積極的に召し上がっていただきたい健康的な食材です。実はリンには有機リンと無機リンの2種類があって、天然の肉類に含まれているリンのほとんどが有機リンであります。一方、リン酸塩として存在する カップラーメンなどの加工食品中のリンはほとんどが無機リンで、実はこれら2つのリンには吸収率に圧倒的な差があることが知られています。一説によると、自然食品に含まれる有機リンの吸収率が40%ほどにとどまるのに対し、加工食品に含まれる無機リンの吸収率は90%を超えるとも言われています。 ここで同じ量の豚ヒレ肉とカップラーメンを比較してみましょう。豚ヒレ肉 100g を食べるとそこに含まれる有機輪 230mg 中の40%が吸収されるから結果的には体に取り込まれるリンの量は 92mg となります。一方で 100g のカップラーメンを食べると 110mg の無機ンのうち 90%が吸収されますから、体には 99mg のリンが取り込まれることになります。あら不思議。なんとリンの含有量が多い。豚ヒレ肉よりもカップラーメンの方がより多くのリンを吸収し、腎臓に負担をかける結果になってしまうんです。おまけに、豚ヒレ肉にはそこに含まれるリンのデメリットをはるかに凌駕する。 健康上のメリットがありますが、カップラーメンにはデメリットしかございません。つまりカップラーメンを食べるということは、体に何の得にもならないリンを、ただ腎臓に送り込んでいることに他ならないんです。リンが体に悪いという健康知識をご存知の方は、食品表示のリンの量を気にされているかもしれませんが、自然食品により、一日の対応上限を、 超えてしまうことはまずないと考えられます。そのため、リンの量をいちいち計算してそれを気にするというより、できるだけリンたっぷりの加工食品を口にしないというシンプルな方法によって、 健康を維持していただきたいと思います。それでは次4つ目にご紹介したい。カップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路は顔がニキビまみれになるということであります。さて、皆さん、加工食品を暴飲暴食した翌々日ぐらいに顔にニキビができてしまったなんていう経験はございませんかこのように。 カップラーメンをはじめとする加工食品によって肌荒れが起こってしまう原因は主に脂質と塩分によるものです。すでに述べた通りカップラーメンは塩分が過剰ですから食べることで血液中の塩分濃度が上昇します。塩分というのは水を引き寄せる性質があってしょっぱいものを食べると血液中の塩分が 細胞の水分を引っ張ってしまいますそのためしょっぱいものを食べるとお肌から水分が失われて乾燥肌になることが知られています一方でカップラーメンに含まれる脂質のほとんどが体に悪い飽和脂肪酸ですから 血液をドロドロにするとともに余分な皮脂の分泌を促し油っぽい肌質にしてしまいますつまりカップラーメンを食べることによって乾燥肌とオイリー肌が同時に訪れる混合肌という恐ろしい状態になってしまいます混合肌は肌の免疫機能が弱くなる上に 毛穴が詰まりやすくなりニキビの原因となるアクネ菌が繁殖しやすくなりますカップラーメンなどの加工食品を食べてニキビができてしまうのはこのためなんですねまた飽和脂肪酸によって血液がドロドロになってしまえばお肌のターンオーバーに必要な栄養素が肌の細胞に行き届かなくなって 皮膚が栄養失調になってしまいます。それだけでなく、長期的にカップラーメンを食べ続ければ、そもそも肌に巡らせるための栄養が枯渇してしまうので、どんどんお肌の老化が進んでしまいます。さらにカップラーメンの摂取は貧血を起こすことで、 顔の血色を悪くしてしまう可能性も指摘されております。先ほどご紹介したカップラーメンに含まれるリン酸塩には鉄分の吸収を阻害してしまうという副作用もあることが知られています。鉄分というのは私たちの血液の赤い色素である赤血球の元になる成分ですから、 これが不足してしまうことで血液の赤色成分が少なくなってしまい青白く血色の悪い顔色になってしまうんです。 見た目の若々しさのために血色の良い顔色というのはとても大切な要素ですから、ぜひカップラーメンのような加工食品を食べるのはやめていただき、代わりに鉄分たっぷりのグラスベッドビーフやほうれん草など天然の食材を召し上がってほしいと思います。これらの天然の食材は 鉄分が豊富であるばかりか、たっぷりの栄養素が含まれておりますから、食べれば食べるほど皆さんのお肌や顔色を良くしてくれることでしょう。それでは次、五つ目に紹介したい。カップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路は、下痢と便秘が止まらなくなるというものであります。さて、 下痢と便秘というのはまるで真逆の現象のように思われがちですが実はそうじゃないんです。実はこれらのいずれも腸の不調という。 同じ原因から来ていることがほとんどです。カップラーメンを食べることで腸に不調をきたし下痢や便秘になってしまう原因には主に2つあると言えます。それは添加物と小麦粉の2つです。実はカップラーメンのような超加工食品に豊富に含まれている合成添加物の中には腸内細菌のバランスをめちゃくちゃにしてしまう悪い物質がたくさんございます。 例えば、カップラーメンの火薬の加工肉にしばしば使われる保存料であるソルビン酸には、 発言性の他にも、腸内フローラを破壊してしまう可能性があると言われています。ソルビンさんは、食品中で細胞の繁殖を抑えることで、食べ物を腐りにくくしますが、これを摂取し続けることで、私たちの腸内の善玉菌の繁殖までもが抑えられてしまい、腸内細菌のバランスがめちゃくちゃになってしまうんです。 腸内細菌は私たちの腸の健康を左右する、いわば司令塔のような役割をしておりますので、これが乱れることで下痢や便秘といった不快なお腹の症状が出てしまうと考えられています。またカップラーメンを食べることでお腹に不調が起きてしまう原因のもう一つが小麦粉であります。 小麦粉は腸内の悪玉菌の餌となることで腸内細菌のバランスを乱してしまうばかりか最近では小麦粉それ自体が腸に直接作用し大きなダメージを与えてしまうことが分かってきています小麦粉には グルテンというタンパク質が豊富に含まれておりますが、タンパク質と言ってもこちらのグルテンはプロテインのような体に良いタンパク質ではありません。私たち日本人にとって、このグルテンというのは非常に消化しづらいタンパク質の一つであり、これが分解されないまま腸に届き、腸の壁にベタッとへばりついてしまうことがわかっています。こうして、 グルテンが長期にわたってへばりついた腸の部分では炎症が起こり、ついには無数の穴が開いてしまいます。これが昨今問題になっているリーキーガット症候群であります。リーキーガットというのは日本語に直訳すれば腸漏れという意味で、グルテンによって開いた無数の腸の穴から有毒なガスや物質が体内に漏れ出してしまうことを言います。 ウーキーガット症候群では腸から漏れ出た毒素が全身に巡ることで体中に慢性炎症が引き起こされ肌荒れから鼻詰まりに至るまで様々な不快な症状を引き起こしてしまうことが知られています皆さんの中に 特に風邪をひいているわけでもないのに、体中がだるかったり、一度できたニキビがなかなか治らないなんていう方はいらっしゃいませんかもしかしたら、そのような症状はリーキーガットが原因となっているかもしれません。古くから小麦を食べる習慣のなかった私たち日本人は、その8割がグルテン不対象であると言われていて、 多くの人が小麦をうまく消化することができません。カップラーメンをはじめとするインスタント麺というのは他でもなく小麦粉を材料としておりますから、もし自分がリーキーガット症候群かもと思う人は、ぜひ摂取を控えてみてほしいです。数週間、小麦粉を食べるのをやめるだけで、みるみるうちに全身の不快な症状が改善していく人が結構いると推測されております。 それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。この一元では、カップ麺を毎日食べ続けた人の恐ろしすぎる末路を5つほどわかりやすく紹介してきました。ポイント1。カップラーメンを食べると、容器から溶け出す有害物質や合成添加物、塩分などによって、乳がんや前立腺がんといった内分泌系の癌のリスクが爆上がりしてしまう。 ポイント2、インスタント麺を1週間に2回以上食べる女性はメタボリックシンドロームのリスクが68%高くなることが分かった。ポイント3、カップラーメンをはじめとする超加工食品には吸収効率が90%を超える無機ンが大量に含まれており腎臓の機能を破壊する。ポイント4、 カップラーメンを食べ続けると乾燥と油の混合肌によって顔がニキビまみれになる。ポイント5カップラーメンに含まれる食品添加物や小麦粉によって下痢と便秘が止まらなくなる。それでは次に2言でカップ麺よりも危険絶対に食べてはいけないカップ食品ワースト3について解説していきたいと思います。さて 超加工食品としてとても悪名高いカップラーメンの他にも私たちの体にとって有害なカップ食品はたくさん売られております。そこで続く2件ではあまりにも体に有害な絶対に食べてはいけない有害なカップ食品について合計3つほどサクッと解説してまいりましょう。 まず一つ目に紹介したい。絶対に食べてはいけないカップ食品ワースト1位はカップ飯であります。さて、最近はお湯を注ぐだけで食べられるカレーなどといったお粥状のカップ飯も流行っておりますよね。このようなカップ飯は一言で言えば麺が米に変わっただけのカップラーメンと言えるでしょう。つまり、 一元でご紹介した数々のカップラーメンのデメリットのうち、小麦によるデメリットを除く全てのデメリットが、このカップ飯にも詰め込まれているんです。また、カップ飯はラーメンではないため、小麦粉が使われていないかといえば、そんなことは全くなく、とろみ漬けのためなどに小麦粉が使用されているケースがほとんどであります。 また、麺が米に変わったところで、今度は白米による糖質のリスクが爆上がりしてしまうため、カップ麺だろうがカップ飯だろうが、いずれにしてもカップのインスタント食品は体に良くないということを覚えておいてほしいです。それでは次二つ目に紹介したい。絶対に食べてはいけないカップ食品ワースト2位は、カップ焼きそばであります。さて、カップ焼きそばにはスープがない分、 塩分による害が抑えられるんじゃないのというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いというもの。確かにカップ焼きそばでは湯切りをするため、ある程度の塩分は失われます。ですが、湯切りによってどれだけの塩分が減少するかを考察したある検証によると、 一度の湯切りによって失われる塩分量は平均でわずか 0.5g 程度でしかないということが分かっています。またカップラーメンであればスープを残すことで塩分の過剰摂取を抑えることができますがそもそもスープのないカップ焼きそばでは自分で塩分量を調節することができません。 そのため、カップ焼きそばもまた、カップラーメンと同様の健康上の大きなデメリットがあるということを抑えておきましょう。それでは次3つ目。絶対に食べてはいけないカップ食品ワースト3位は、カップスープであります。さて、比較的低カロリーでヘルシーなイメージのあるカップスープですが、その実態は決してヘルシーでも何でもございません。 カップスープはカップラーメンから麺を抜いて代わりにフリーズドライの野菜などを詰め込んだものになっているため確かにカップラーメンよりは健康的にマシであると言えるでしょう。ですがそれはマイナス100がマイナス50になった程度の話であり決して食べることで健康にプラスになるものではございません。なぜならばカップラーメン同様カップスープには 大量の合成添加物が含まれているからです。スープを飲む際は、ぜひとも天然の材料によって手作りするようにしましょう。さてそれでは、この辺で二限の内容をまとめておきます。二限まとめ。この二限では、絶対に食べてはいけないカップ食品についてご説明しました。ポイント1。カップ飯は、カップラーメンの麺が白米に置き換わっただけで、不健康であることに変わりはない。 ポイント2、カップ焼きそばの湯切りによって失われる塩分量はわずか 0.5g 程度であり、焼きそばだからといって塩分過剰にならないわけではない。ポイント3、カップスープには大量の食品添加物が含まれていて、決してヘルシーな食品ではない。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました